こんにちは、柳田理香の1日1科学。昔話や童話には不思議な家がいろいろ出てきます。中でも有名なのはグリム童話ヘンゼルとグレーテルのお菓子の家ですよね。でもお菓子で家が作れるのでしょうか。グリム童話を読むとお菓子の家は壁がパン、屋根がクッキー、窓が氷砂糖でできていたそうです。でも家を作るには柱が必要です。柱は一体何でできていたのでしょうか。絵本の挿絵をよく見ると柱はこの杖の形をしたキャンディーをまっすぐに伸ばしたような棒の形をしたキャンディーでできていました。キャンディーはポキポキ折れやすいですが、これで家の重さを支えられるのでしょうか。そこでお菓子の家の材料になっているお菓子を買ってきて計算してみると、挿絵の通りの大きさなら家の重さは4トンになります。また棒型のキャンディーを体重計の上に乗せて上から力をかけてみると34キログラムの力に耐えられました。キャンディーは横からの力を受けるとポキポキ折れますが、縦の力には相当強いということですね。絵本の挿絵では柱の直径は17センチあります。これだけの太さがあれば 4.6 トンに耐えられるはずです。家の重さは4トンでしたから、柱1本で家全体の重量を支えられるわけですね。家には少なくとも4本の柱がありますから、十分に家の重さを支えられます。お菓子の家はその気になれば作れるということですね。今日の1日1科学、お菓子の家は作れる。でもアリが来たらどうしよう。それが心配です。また明日。